八神に怪盗だな。カムロ署組対の黒岩だ。お前らが無罪にしてくれた羽村は俺がわっぱをかけたやつだった。あんまり張り切りすぎんなよ、インチキ弁護士。皆さんこんにちは。神室町組織犯罪対策課刑事黒岩満として出演させていただきます、谷原章介です。今回のお話をいただいて、こんな感じの役なんだけどどうだろうかみたいな、あのお話をいただいて、ああ面白そうですねその役ね、このって谷原さんやったら面白いと思うんだよなみたいなところから、次に会った時に正式にこうお願いしてくださってとてもやっぱ嬉しかったですし、まあ、キャプテンの場合はここで撮った画面がもうゲームの中でそのまま反映されてしまうので、とってもなんかこう、その日は緊張、別の意味で緊張しましたし、声の場合にはそうですね、まだいかんせんこう完全に出来上がった絵ってのが、まだ確実にこう見えてるわけではないので、完全にこう絵が見えてるとそこに決め込む、面白さもあるんですけれども、ちょっとまだこう暗中模索で手探りでこうなんか粘土細工に作り上げていくっていう意味では、とてもそういう楽しさはありましたかね。この黒岩という刑事はですね、神室町縄張りとしまして、一旦事件が起きれば、陣頭指揮を取ってですね、こう強面の数多くの部下を引き連れてこう睨みを利かせて、高い検挙率を誇る、もう上層部も一目置く剛腕の刑事です。彼はですね、今回のこの物語の中心となっている連続殺人事件の捜査担当刑事なんですけれども、同じ事件を主人公八神にとってはその調査を妨害する大きな壁となって立ちはだかります。凄腕の刑事の黒岩、そしてこのまあ一介の探偵に過ぎない八神、この二人の対決というのはですね、まあ冷ややかでありながらも、ハラハラすること受け合いでございます。そして何と言いましてもこの二人の関係性っていうのはですね、ドラマが進んでいくにつれて驚きの展開となってきますので、どうか僕が演じます黒岩満というキャラクター、ぜひ皆様ご堪能ください。